はい、どうもモコです。現在の深夜の1時なんですけど、なんかね、大阪ね、この時期でもなんか深夜3時までやってるバッティングセンターがあるってことなので、まあバッティングセンターっていうか、なんかスポーツセンターみたいなところあるみたいなんで、ちょっと昼夜逆転してて体動かしたいんですよ、今の時間に。なんでちょっと行ってみようかなと思います。で、まあそれで空いてなかったら空いてなかったらもう即帰るわ。で、ちょっと今コンビニの前にタクシー呼んでるから、めっちゃ救急車来てんねんけど、タクシー呼んでるから、まあタクシーが来たらタクシー乗ります。はい、ほんまに来んのかこれ。はい、まあタクシーでだいたいまあ20分ぐらいかな、25分ぐらい着いたわ。ほんまにやっとんねんけど、ほんまにやっとる。ホームランドーム、ほんまにやってます。じゃあちょっと店内早速入ってみようかなと思います。すごいな、こんなところにあんねや、スポーツ線。あ、すげえ、なんかいろいろあるわ、いろいろあります。ほら、バスケットボールとかあるわ、ありますわ。メダル入れたらできんねんて。ちょっとこれ後でやってみようか。なんかこれピッチングマシーン、じゃあこれシュートするやつや。サッカーや、サッカー、これサッカーのやつある。ほら、サッカーもある。ほら、あんなところになんかストラックアウトもあるし、なんかエアホッケーもあるわ。あ、胴体種目のやつあるやん。ちょ、これやろうぜ、まずこれやっていいかな。まあやんなこれな。さあ、その後はピッチングマシンで、まあ投球練習をしたりしましたね。始球式の時からも全然フォームとかが良くなってませんね。2004年ぐらいの松坂大輔さんのフォームのモノマネをしてるんですけども、はい、こちらバッティングの方ですね。はい、ちょっと豪快な素振りかまして、そして実際に球打っていくんですが、しっかりセカンドゴロ。なかなかね、この白いスクリーンだったら、ね、難しかったですね、打つのが。で、ちょっと場所を変えてまた打ってます。ちなみにこの時、おっと、いいバックスクリーンのホームラン。お、さらに左中間、いい打球放ってますね。さらにバックスクリーン、ファールチップ、カット、おー、キャッチャーフライ。お、ノリさんのホーム、おー、ショートライナー、あー、左中間ツーベース、あー、センターフライ。そしてバスケットボールもやりました。このバスケットボールが難しかった。中学生以来経験がなかったんで、なかなかボールがね入らないという、こんな感じのフォームです。まあ、フォームは悪くないよな、これ。ちょっとこの狙いが定まってなかった。ちなみになんかこの日、地元のヤンキーみたいな子たちが3人ぐらいいたんですけど、なんか正直一緒に混ざって遊びたかったなって思いました。さあ、2投目を投げていく。おっと、惜しい。これなんでやろな、これなんかボールのこの幅が、このなんかゴールの幅に合ってないような気がしましたけど、こんなもんすかね。これバスケ経験者の人はしっかりこれ入れられんの、これ難しい。ほら、全然入らへん。あ、全然入んない、全然。あ、惜しい、あーっと、入らない、悔しそう。さあ、最後の1球、ボールを投げていく。さあ、最後はサッカーをして遊びました。これね、なんか自分で動画見返して思ってんけど、これ意外とサッカーの才能あったんじゃないかなと思ってます。キャプテン翼張りのこの足上げシュート、練習をしたところで、さあ3球目、これがしっかり9番を命中していく。さあ4球目、4番的中、ガッツポーズ。結構蹴り方うまくないですか、これ。野球とかよりもサッカーの方が才能あったんかな。ほら、真ん中に行ってるやろ。さあ、リフティングが2回で終了。さあ、ここもしっかり蹴ってって、あっと、おっと、なかなか狙いが定まりませんが、
まあボールがちゃんとこうライナー線になってるからいいんかなと思いました。はい、ということで大阪にあるゲームセンターで遊んできました。まあ実はこれですね、先日アップロードしたなんかラブホテルに泊まってきたっていう動画の直前の映像です。だからあの時ゲームセンターで遊んでちょっと遅くなったのでホテルに泊まるっていう流れが実はありました。いやー、まあなんかもう普通にバッティングセンターもあるし、こうバスケットボールの練習もできる、サッカーもできる。で、あと何があったかな、なんかもっといろいろあったんですけどね、ちょっと全部はその遊びきれなかったんですけども、あの動体視力のゲーム面白かったしね、ピッチングマシンもあったしで、またなんか大阪帰ったらああいうところに行きたいなと思いましたね。では皆さん、また、こういった、夜遊び動画でお会いしましょう。さよなら。